はい、メイチャンネルです。今日はですね、もう20時回ってるんですけどね、ディズニーシーの方にやってまいりました。はい、ちなみにね、金属探知機 X 線ゲートはね、もうこの時間こんな状態でした。まあ、8時過ぎにはやっぱり使ってないんですね。こんな感じ。今日はね、11月7日ということでですね、11月1日にね、アプリで先行予約というか先行販売ね、していました、2パック共通の、ディズニークリスマスグッズが、まあ、店頭に並ぶ日と、はい、あとね、スノースノーのメイクイットマインのね、グッズが並ぶ日ということでですね、ディズニーシーの方にやってまいりました。全部でですね、両方合わせると多分150種類以上ね、ありますので、今日はね、サクサクっと、ちょっと全部はね、紹介しきれないかもしれませんけど、グッズの方ちょっと見ていきたいと思います。じゃあね、見てみましょう。はい、まずぬいぐるみバッジですね。ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジーですね。あと、チップとデール。各ね、1900円という状況です。はい、全部やってるとね、切れないんでサクサクいきたいと思います。はい、あとこちらね、おもちゃですね、これで1個2300円です。音が鳴るんでしょうかね。おもちゃです。こちらね、ぬいぐるみミッキーとミニー、これでね、1体5100円です。これもね、なんかクリスマスっぽくて可愛いですね。ミッキーシェイプのね、デザインが一掃されてこんな感じになってます。はい、こちらのね、セーター1着5900円ですね。こんな感じで、プルート版がね、こんな感じですね。巾着ですね、これで820円です。裏面がね、こんな感じ。印象可愛いですね。はい、でこちらがね、バスタオルのワイドになってます。めちゃめちゃでかい、可愛いですね。これもね、裏面がね、こんな感じです。はい、でこちらがね、ウォッシュタオルですね。これ700円です。ウォッシュタオル、はい、でこちらがフェイスタオル1400円ですね。こちらのポーチがね、2000円です。素材はこれ表面ビニールになってるんですかね、キュッキュしますね。あとこういったポストカードとかね、ペン、こちらがノートになりますかね。はい、結構ね、しっかりしてる感じしますね。と、クリアホルダーですね。このデザインかわいいですね。あとこういったショットグラスとマグカップとかあります。金と銀のね、ミッキーミニの、タンブラーですね。色伝わりますかね、こんな感じ。はい、あと缶バッジとビークル、あとピンバッジですね。マグネット、はい、キーチェーン、こういったね、マスキングテープみたいなのもありますね。かわいい。とチャーム、はい、あとね、こういったハンドクリームとリップグロスね、こんなのもありますね。ハンドクリームは4種類ですかね、ありますね。はい、今回こういったね、フォトフレームなんかもありますね。これは2800円ですね。こんな感じ、フォトフレームです。あとはこういったスノースノーのね、グッズが置いてます。ウォッシュタオルとかね、でミニハンカチ、ポートバッグとかね、こんな感じで並んでますね。
とはね、今年もこういったリーフとかね、こういったクリスマスツリーとかね、これもこういったのも置いてあります。定番ですよね。はい、じゃあスノースノーのメイクイットマイグッズですね。はい、お願いします。とかあとクッションね。はい、あとはね、こうしたぬいぐるみですね。かわいい。これね、1体3500円ですね。はい、あとプーさんもね、サンタさんを装ってますね。すごいテープで作られてるんですかね、これね。あとはサンタの帽子とね、マフラーです。はい、そしてね、ダッフィーグッズの方に今移ってきました。なんかね、セーターとかマフラーとかもう集約されてるみたいなんですよね。こんな情報があります。前のネイグルミネイバーとかね、ネイグルミバッチとかはありそうですね。ハンドタオル、あ、マフラーは置いてありそうですね。セーターだけ落ちてるのかもしれないですね。マグとかもありますね。大きいね、ぬいぐるみの方もまだありますね。ちょっと棚ガランガランになってますけど、ありそうです。うん、ここら辺もね、シェリーメイのボックスを持ったね、これなんか入ってる、まだありそうですね。セーター見つけました。こちらにね、もう今やっぱり集約されてるみたいですね。はい、これ昨日のね、アップした動画でも撮ってますけど、セーターですね。昨日撮れなかったですけど、これブランケット、ブランケットの柄こんな感じですね。うん、ふわふわで落っこちゃいました。ふわふわでいいですね。これ前閉められるのがいいですよね。これね、ブランケットです。はい、商品の方で、ね、今見てまいりました。ちょうどね、今カラーオブクリスマスがね、始まったんですけど、今日ね、あのプレスが入ってるみたいですね。カラーオブクリスマスを終了するということなのかもしれないですね。はい、まあ、もしくはね、クリスマス始まったよということでプレスが入ってるのかもしれないです。はい、で今日ね、グッズ見てきましたけど、腕にね、つけるあのぬいぐるみバンドなんかはね、一旦もう今売り切れという状況で、11月の8日にね、再販予定みたいです。あとはね、ダッフィーのグッズで言うと、セーターがね、あちらの奥のね、デパートメントストアの方にも集約されているというような状況です。一応ね、オンライン上ではまだ買えるような状況、このクリスマスグッズ、ミッキーのね、ぬいぐるみバンドに関しても、オンライン上ではまだ在庫があるというような状況でございました。はい、まあ本当にね、平日ですけど、かなりね、グッズ買いに来られる方で賑わってますね。はい、週末かなり混雑するかもしれないですね。はい、じゃあね、今日の動画はこちらで以上になります。ちょっとね、全部アイテムがね、多すぎてね、お伝えできなかった部分はあると思いますので、申し訳ございません。はい、まあ、こういった感じでね、今日はお届けさせていただきました。この動画がね、ためになった、参考になったという方、ぜひね、高評価ボタンと、コメントね、気軽に残してていただければなと、思います。で、概要欄の方にですね、 Twitter や Instagram やってますので、ぜひね、フォローよろしくお願いいたします。はい、またね、こういった動画どしどし、お届けしていきたいと思ってますんで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、またお会いしましょう。バイバイ。